こんにちは、シエルです。メイルです。我が家にスマートペットフィーダーが届きました。こちらは以前ドライボという箱型ドライヤーのホームランペットさんのものです。ドライボは今でもシャンプーするときに大活躍。ワンコたちを早く乾かすことができるので必需品になりました。今回送っていただいたスマートペットフィーダーは自動餌やり機。普段使うのはもちろん、長い時間お留守番している時にも遠隔操作でフードをあげることができます。説明書がついています。今までドッグフードの保管はガラス容器に入れていましたが、ペットフィーダーは気密性が高く、ドッグフード一袋丸ごと入り小分けする必要がありません。フードを入れたら突如興味が出たワンズ、ボタンを押そうとしたらモフモフが群がって手元が見えない。少し驚きながらもフードが出てくることを認識したよう、夢中でフードを食べています。手動給餌ボタンを2回押すとフードが出てきます。量は調整ができるので、その子に合わせた量を一度に出せます。毎朝係でフードの量を測っていたので時短になります。独自構造でフードが詰まらずスムーズに出せるそう。止まらないシエル。飼い主、セラミックのフード皿があることに気がつきました。正しくはこれを使います。しっかりした作りの美しいフォルムのトレイです。とっても綺麗。も足りない。メイルのためにもう一度。メイルはなんとかシエルを体で押しながらフードを食べますが、噛むのが遅いので圧倒的にシエルに食べられちゃいます。メイル、もっと食べたいね。不満でペットフィーダーの横で転がるメイル。シエルに内緒で後であげるね。飼い主の手を甘噛みしてストレス発散する。白たぬきさん、付き合ってあげます。メイルのためにもう一度。まだ慣れない音に後ずさり、シエルに取られちゃう。白たぬきさんのフードをどうキープするかが課題です。うちの場合は手作りがメインでフードを足しています。なので飼い主が調整してあげようと思います。